皆さん動画をご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録していただいている皆さん、本当にありがとうございます。え今日はですね、突然このチャンネルの収益化が停止になってしまいましたので、そのお知らせと理由、またの全く当てはまらないのですが、この件についてお話しさせていただきます。実はは当チャンネルはですね 今年の4月7日に収益化の承認をいただいたばかりなんですね。一、えー、まあ、ヶ月ちょっと前なんですよ。一1月にあの条件をクリアして申請を行って、三、えー、3ヶ月かけてみっちりあの審査していただいた上で承認をいただいております。ついこの間のことなんですよね、えー。ところがあの、ほんの1ヶ月しか経っていない今月の12日頃ですか、えー、突然に収益化、非承認と、 いうメッセージが出てくるじゃありませんかその理由として挙げられているのがですね、えー、教育的にも意味のない、まあ、ただ単にアクセス数を稼ぐだけの動画、あるいはあの大量生産している動画、えー、などなどを挙げられておりました。えー、ちょっと待ってよって 大量生産している動画など、まあ、そもそも一つもありませんし、えー、そもそもあの大量生産できる動画じゃないんですね。で、あのわずか1ヶ月ですので、さすがにね、心がポッキリとも折れました。えー、この間あの、アップした動画もいくつかあるわけではありませんので、そんなにたくさん。えー、3ヶ月かけて承認をいただいたのに、まあ、ちょっとひどすぎませんかと思ったりもします。 収益化っていうのは、まあ、動画制作のモチベーションにはなるわけなんですね。で、あのまあ、動再申請できるのは1ヶ月後ということで、ここでまた申請ができるわけなんですが、収益化がないこの時期にもですね、動画の方はもういくつかアップしていきます。で、よろしければご覧になってください。 またあの、動画制作にあたって文章を読み上げソフトを使うときはですね、えー、自分でもちろんあの文章を全部書くわけですが、その文節ごと、あるいは一文ごとに区切ってですね、えー、文章にもあの動画的な演出をしているため、えー、数分の動画でも20から30くらいの文節に分けて制作しています。で画像処理などと合わせてですね、 これらの処理を行った上えで動画作っていきますと5分ぐらいの動画でもたっぷり3時間ぐらいはかかるわけなんですよ10分以上の動画になりますと制作は間違いなく5時間以上6時間ぐらいかかってきます大量生産なんかできるはずがないわけなんですねそれに同じような動画など1つもありませんし似た動画もありません 同じ内容のものを作り替えるときは片方は当然ね、削除してから行っております。また、の収益化承認後ですね、すぐにまたの非承認と相なってしまったため、えー、こちらも何が何だか分からずですね、まあ、慌てて事件関係のものとか、まあそういったものを解説した動画ですね、こういうまあいくつかの動画を削除してしまいました。 合計するとね、これだけでも150万アクセスぐらいはあったものなんですが、今考えると、これらは無関係だったように思います。AI などによる、おそらく自動判断などでですね、オープニングに使っている12秒程度の同じ動画があるわけなんですが、この12秒程度のオープニングについてですね、全く同じような動画ではないのかと。 いうことで、まあ、大量生産というふうに判断されてしまったのかなとも思うわけなんですね。あのー、ほんの少し前にあの目視で十分に確認していただいた上で承認を得ているわけですので、まあ、他にちょっと理由が思いつかないわけなんですよ。これはのブランディングの一環だったんですが、今後はもうオープニング映像は使わないようにいたします。 そこで、あの、当方としてもですね、えー、いさすが理不尽にも思えるため、このサポートチームへの問い合わせをしようと思ったんですが、実は、あの、このチャンネルの収益化自体がまだ1ヶ月ほど前に承認もらったばかりでですね、あの、パートナープログラムへの登録が済んでいないと、このメールの問い合わせボタンが出てこないようなんですね。いくら探しても進んでも出てきません。 そこであの問い合わせが今できないんですが、この登録するのに1ヶ月以上かかるらしくですね、そろそろあの問い合わせができるようになってもらいたいと思うんですが、そんなこんなでですね、思わずも無茶苦茶でございまするかな、とまあ思わず古いギャグを口にしておりました。動画についてはですね、 収益化になっていなくても、えー、動画はまたあの以前と同じように馬力かけてですね、えー、その期間の間も、えー、アップロードを続けていきます、えー、なるべく質の高いものですね、えー、あまり目に触れることがないようなもの珍しいもの、えー、こういうものをですね極力あの選出しまして、えー、その上ですべての自分で、えー、内容文章そういったものをまとめた上で アップロードしていきますので、機会があれば、ですね、ぜひともあのチャンネル登録などしていただいて、興味のあるものをご覧いただければと思います。もちろんあの著作権侵害であるとか、まあ、違反したようなコンテンツもないわけなんですが、一つ、ですね、奇妙な、えー、知らせが来たものがあるんですね。 それは、あの、これなんですが、あのー、この動画の中に使われている BGM、これはのフリー BGM なんですね。それで、あの、もちろん YouTube に使うことも OK ということで、あの、まあ、一般に公開されているものなんですが、これについて、まあ、著作権の侵害であると。 いうようなあの申告がなされたっていうメールが来たんですよ。まあ、2週間ちょっと前かな。でまあ、すぐにこれ、異議申し立てをしまして、えー、そのまあサイトの URL、曲名など、まあ、連絡もしたわけなんですが、えー、きちんとあのまあルールに則っ,った形で、えー、これをフリー BGM として、あのはっきりまあ明記されております。 この著作権侵害っていうのは、いさすかどうなのかなということで、あのまあ、すぐに返事でもあの来るかと思ったんですが、全くそのままな状態なんですね。でこれ、あの見ていただくと、ここに、あのフリー BGM のこのサイトも、きちんとこれ、最初からね、このように書いてあります。まあ、一体これは何なんだろうということなんですが、なんかこのようなね、 えー、何らかの形でミスが生じることがあるというようなことを、まあ、どなたかもおっしゃっておられました。まあ、あの結果が出るまで、ま、え、た、ー、2週間ぐらいあるんですが、まあ、これもですね、えー、また次の動画の中で、ですね、えー、結果についてお知らせさせていただこうと思っております。 それからですね、えー、情報についてはもう、えー、ありきたりのものはもうあまり出さないということで、えーまあ、レアなものもかなり多いかと思います。えー、例えばですね、これ今の、の、えー、私がアップロードしている、えー、この動画なんですが、まあ、この中に例えばですね、ここに、まあ、キャロライン・ケネディ大使についてのものがあるわけですね。 えー、キャロラインさんについては、辞、あのーまあ、めるときにですね、大使を辞めていかれるときに、う、えー、ダンスなんかを踊ったりして、えー、この動画はあの、かなりアップロードされているかと思います。まあ、しかしあの、当チャンネルではこういう、ま、ものはですね、ほ、まあ、他の方で見ていただければ良いということであの、まあ、一切そういった情報については出していません。 でここではあの日本ではあまり報道されなかった内容のものをです、ねえー、かなりあの盛り込んでいます、えー、情報のソースとしてもこれは当時、えー、私があの、まあ、関係者の方にです、ね、直接聞いた話を元にしておりますので今までおそらくはあの聞いたことがないような、えー、ケネディに対してのまあ大きな功績についてです、ねえー、あの書かれています、えー、コメント欄でもです、ねえー、かなりまあ好意的に これを捉えていらっしゃる方が多くて、まあ初めてこういった情報を知ったということで、あのまあ、かなりのいい評価などもいただいてます。まあ、この他にもこれまろいろ出てますけどね。あのまあこん中ざっと見ていきますと、例えば、まあここにあのま源義経の墓というのはありますね。これまあ、6万回視聴ですねケネディ大使のものはこう。52万回になってます。 でこの義経の墓については、ですね日本には義経の墓はあるわけですが、それはほ他の動画を見ていただければいいわけですね、他の方の。ここではですねほとんど知られていないことなんですが、実は義経の墓というのはロシアにですねこの墓があるんですね。で戦前、これを見た多くの日本人もいますし、 まあ、ロシア人は当然以前から知ってたわけですね。で、この墓については、まあ、少なくとも数百年以上は経っているような古いもので、まあ、年代的にはですね、まあ、義経の時代、もしくはこのチンギスハンの時代ですね、こういったところとまあ符合してくるということで、かなりこれ、興味深いんではないかと思います。えー、このロシアに義経の墓があるというのは非常にあの、まあ、びっくりするわけなんですが、 えー、この石文みには、えー、大日本、えー、源義経墓と、このようにはっきりとあの書かれているのを多くの人が見てます、まあ、戦前ですねで、なぜ戦前であって、今いないかといえば、これがですね、えー、実を言うとあの、ロシア軍によって回収されてしまってるんですね、なんかこれがあると都合が悪いというようなことだったらしいんですが。 まあそこであの回収されたこの義出の墓については、えー、ロシアのハバロフスクの博物館にあの今も保存されているようです、えー、しかしなかなかこれを公開しないわけなんですね表面をあのコンクリートで覆ってしまって文字を隠したまま保管しているというふうにあの言われておってこれをの実際に見た人もいます、まあ、なかなかおもしい情報ですよね でまあ、チンギス・ハンについても、えーまあ、今で190センチぐらいなんていうことを言う人いるんですが、まあ、実際にはあの、まあ、確かなところではで、ね、165センチから170センチぐらいだったんだろうというふうなことも言われていますでこれはあの、まあ、当時のです、ね、モンゴル人の男性の平均身長よりそれでもかなり大きいんですよ、まあ、当時はみんな160センチ以下と言われておりますので えー、非常にこの辺りも興味深いんですが、まあ、この義経の身長それとこのチンギ塚さんの身長ですね、えー、このチン珍さんについても実はあの、まあ、外国人でもかなり研究されている方が見えまして、えー、のあるフランスの研究者があの古い記録をあの試災にあたってですねたどり着いたあの結論というのは非常にあの興味深いものがあります。 そのことも、ここに、この動画の中で紹介しています。まあ、7分41秒とありますが、あの見ていただければ、かなり興味深いんではないかと思うんですね。他にもですね、まあ、これ、一つ一つ見ていく時間はありませんけど、とにかくあの内容的にはですね、あとてもあの大量生産できるようなものでもありませんし、 誰か他の方がねあの出したようなものをまた順とこで出しているとそういうようなものでもないわけなんですねあのーまあ、今度あの、えー、紙幣のね肖像画になったこの津田梅子さん、えー、梅子さんについても書いてはありますけども、まあ、これは1000回ぐらいしか主張されてませんけどね、あのーまあ、津田梅子の呪いという、まあ、かなり面白い話なんかも、えー、これ出しておりますこういう形でですね えーまあ、たとえ一線を画するようなものになっているんではないかと思うんですが、まあ、いろいろあの、まあ、出てますので、えー、興味がありましたらです、ね、ぜひともあのまたご覧いただきたいと思います。それからあの、まあ、ついでといってはなんですがあのあのこの動画です、ね、非常に内容的に面白いのでぜひ、ね、ご覧になってみてください。 米朝拉致交渉超緊迫の舞台裏というものですね、これはあのトランプさんが先日、まあ、北朝鮮と交渉したわけなんですが、まあ、この時にですに、ね、アメリカサイドは、この日本人拉致問題は、北朝鮮における人権侵害の中枢の問題であると、米政府はもう認識していると、まあ、要するに中枢に位置づけているわけですね。 これをもうすぐにでも解決するようにということで、えー、相当強硬な、あのーえー、申し入れをこの会談の中でですね、キム職長に行ったようです。ただ、あのー、まあ、北朝鮮側、およびキム氏は、えー、この件についてはもう何も答えずですね、えー、常にあのその答えをは,はぐらかそうとするような態度に終始していたようですが、しかし、あのー、 えー、その夜、さらにその翌日と、常にこの拉致問題について、トランプさんはですね強硬にこの解決を迫ったようです。でかなりこのやり取りはですね緊迫した状況だったようなんですね。しかしあの、トランプ大統領はこれはもう譲らなかったということで、結果的にこれがですね安倍総理の 条件なしで北朝鮮と会う用意があるということへとつながったんだろうということなんですね。非常にあのこれ面白い内容ですので、ぜひともね、興味があればあのご覧になってみてください。えまた、の旬なの話題ですね。こういったものについては他の方もあのアップロードする可能性がありますので、えー、当チャンネルでは必ずあのまあ海外のものはですね、 海外サイトへアクセスして情報調査、その上であの適格な情報を得た上でですね、自分で文章などをまとめてまとめております。ですからあのまあ、類似のものが出たとしても内容的には一線を画するものとなっているわけですね。皆さんはどのように思いましたか？